フォートナイトイングリッシュ第2回おー建築中に落ちて死ぬ。はい、あるみたいですね。僕はね、建築が下手なので、あんまりできないんですけれども。ということで、フォートナイトイングリッシュ、やっていきましょう。フォートナイトイングリッシュのね、32っていうのをつけてみました。これどういうことかを説明したいと思います。フォートナイトイングリッシュの元々のできた経緯っていうのが、お母さんがお子様に日常の英会話を気兼ねなくできるようになってほしいなっていう思いから、考えました。なのでフォートナイトのゲームがだいたい1ゲーム10分間なので、その間英語で楽しめるっていうのを目標にやっていきたいと思います。この目標を達成するために英語の勉強の習慣作りをしたいと思います。習慣にするには週に4回同じことをすると良い。それを8週間続けることができたら習慣になると言われています。なので 4×8 で32個分の YouTube を作ります。みんなは週に4回のペースでその YouTube を見てください。ほんまかいな。さあ見ていきましょう。フォートナイトイングリッシュ32、今日は第2回ということでやっていきたいと思います。もし来れたら来てっていうものです。もし来れたら来てね。ウェミウェア OK Let's goカモンカモンカモン。オッケー。ここで使う英語ね、もしっていうのは if です。オッケー。でできるっていうのは can だよね。習ってると思うね。 can と if で使ってやっていきましょう。もしできたら来てっていう come を使います。今日は来るでしょ、だから come です。で主語、隠れている主語はあなただよね。なので you を使っていきましょう。もうね、早速作ってみましょう。さあ、もし来れたら来て、もし来れたら来てっていうのいきますね。あなたが来れたら来てね、来てくださいから先に言いましょう。そっちの方が分かりやすいと思います。来てください。くださいっていうのはみんな知ってるかな。 please つけた方がすごく丁寧です。何々してください。 please来るだから come。 Please come。 でもし使いましょう。 if OK if で、あなたが接続詞の if をつけて if you あなたができる can、もしあなたができるなら。で、can は助動詞だから普通は後ろに動詞が来るんだけど、もしあなたが来れたら来てくださいって言って重複になるよね。 come が2回出てくるから、こういう時はだいたい省略します。2回目しつこいので、もし来れたら来てくださいっていうのも、もし来れたら来てっていうので if you can で OK です。なので言ってみましょう。 OK Please come if you canPlease come 来てください。 If you can もしあなたができたなら、これで OK です。で答えるときね、もし来れたら来て Please come if you can とか言ってね、もし来れたら来てっていうとき OK とか Yes yes I'll come I'll come とか見えますよ。これも面白いね。 I will これ意思ね、何々するだろう。 I will come OK とか I will come 私は行きま来ますよ、私が来ますよっていうの あれと一緒だよね。マイトと、ね、一緒です。私が来た、私が来るみたいな感じですね。 I will come とか I'm coming とかも言ったりします。なんか聞いたことあると思います。私が来てますよって現在進行形にして I am coming で、現在進行形にして私が来ているよっていう風な言い方 I am coming とかも言うことができますので、ね、いろいろ練習してやっていきましょう。 OK じゃあ今日もありがとうございました。 Thank you very much。 チャンネル登録、高評価、あとコメントもぜひ、よろしくお願いします。フォートナイトあるある、お待ちしてます。よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。よし、じゃあみんなも一緒に言ってみよう。 Please come if you can Please come if you can I'm coming I'm coming
Help me. Oh no! おー! Yeah, we won.